はい、どうもこんにちは。ということでね、今回はこの、RAM7、はい、RAM7 ですね、はい、使っていきたいと思います。はい、こちらの武器ね、シーズン1で追加された武器なんですけども、なぜ今更紹介するかというとですね、はい、今解除したからです。はい、やっぱりね、このゲーム一番したのに、あーマジかー、このゲーム一番したのにね、課金したくなくて、うん、今解除しました。よし。で、この武器使ってみたんですけども、まあ強いっちゃ強いっすね。うん、そのなんだろう、まあ、一応ブレるんですけど、アタッチメントが超優秀なんですよ。迫撃砲いつもなんか出てたわ。はい、超優秀なんです、迫撃砲が。違う、迫撃砲は優秀なんですけども、ラム7が優秀なんですね。はい、アタッチメントがその全 AR で一番、全武器一番いいんじゃないかな。そのうわ、なんかショットガン走ってるわ。あー、もう嫌だな、もう嫌です、このマッチ。ちょ、危ね。アタッチメントの性能がすごくて、あー、ミスった。例えばダッシュ後射撃がプラス3だとか、一番すごいのはバレルの、弾速と射程距離がプラス3上がって、しかもエイム速度とか下がらないんですよ。そう、基本ね、そのどの武器も、例えばね、なんか、ダッシュ後、あ、違う、あの射程距離プラス3とか、ガンキックプラス3、反動制御プラス3とかついてたら、もうショットガンもう嫌だマジで。あ、ショットガンの音がするとね、もう何もできないんですよ。もう音聞こえる時点で負けが確定してるようなもんなんで、ショットガンはね。どこに対する、こっちだね。あ、来た。はい、お疲れ。さっき言ったようにね、そのエイム速度がだいたい下がっちゃうんですよ。その反動制御プラス3だとか、射程距離プラス3だとかね、そういう強い効果がついてるときは基本なんかエイム速度下がってるんですけど、この武器エイム速度下がってないんですよ。それがなぜかプラス3とかついてるのに、下がってるのはなんかダッシュ速度とかね、腰ダメ打ちの精度とか。腰打ちなんか使わないじゃないですか、ほとんど。まあ、使うときは使うけど、ほとんど使わないんで、 AR なんでね。あとなんか、タクティカルスタンスの精度、タクティカルスタンス使わないじゃないですか、謎の機能なんであれ、とかね。よいしょ。まあ、あとエイム値の安定性みたいな、まあ正直微妙なやつが下がってくれて、エイム速度が下がんないで来るな、大丈夫か。エイム速度が下がんないで、その弾速とかいい効果がね、プラス3もついてるんで、マジでアタッチメントに関しては全武器の中で1位なんじゃないかと思います。マジでね、ちょっと、まあこのミードとかね、チョイセママップぐらいで使うのが一番いいかな。ターミナルとかで使ってみたんですけど、ターミナルはもう無理です。あれは DG とかの餌食にされます。このマップぐらいがちょうどいいかなって感じ。スマイマップが入るでしょう。よし、オッケー。で、この武器、弾速が AR の中で一番速い。弾速ってやっぱり大事じゃないですか、弾速。まあ、弾速プラス3がつけれるんでね、この武器は。デメリットなしで。デメリットあるっちゃあるけど、さっきも言ったようにね、もうないようなもんなんで。あー。よいしょ。負けてんな。終わった。もうね、盾強すぎるわ、マジで。盾強すぎ。縦1回弱体化されて喜んでたけどさ、2発キルになっただけでこんな強いんだね。もうだってもう何もできないもん、今あったら何もできない。縦最強です。よし、あの距離もしゅんどけと。いやー、ちょっとね、よいしょ。ミート面白いんだけど、やっぱちょっとね、ショットガンとか縦が多すぎて、やっぱりラストかな。ラストはショットガン弱いんでね、ラストが一番かなって感じですね。ちょっと逃げろ一回。よし、来い。味方湧いたな。ここね、ずっと僕セントリー持ってきてたんですけど、迫撃砲じゃなくてね。もうね、なんかみんなあそこ使い出して、俺の動画見た、あれ、それかあれか、なんか大体ほぼ毎試合セントリーが敵か味方か絶対あそこに置いてあるんですよ、僕が紹介したとこに。だ、俺の動画見たか、その俺の動画見た人が使って、でその使った人
のやつを見た人がまた使ってみたいな感じなのかな。めっちゃもうなんか流行ってるわ、こう、うん、だからもう僕もやめました、うん、なんかすぐ壊されるんで対策知られちゃったのかなと思って、まあ、迫撃砲にしました。もう、まあ、セントリーにあそこ置くまで手間なんでそもそもね、うん、迫撃砲でいいな。 SAE はねその PS4 だと、まあ、弱いんで、弱いっていうかまあ、うわいた、ナイス、オッケー。やっぱ迫撃砲とや、ハードポイントは迫撃砲最強だね。来いよ、オッケー。あのキロも強い、弾速が速いんで遠距離もいけますね。全然あとこれ俺の勘違いかわからないんですけど、なんかアップで入ったからダッシュがしにくいっていうか、何なんだろうこれ、ダッシュが途中で止まるみたいな、なほら、なんだこれ、ダッシュ自動でねオンになってるんで、なんかアップデから皆さん同じような人、湧いたんだけど今ここに、やばすぎる、やばすぎる大丈夫か、おいおいおい、あーよし入りて、勝ちたいけどね、 OK、 よしよし、マップが途中で見えなくなるんで PS4 は、それが辛い。敵の位置が見えないというより味方の位置が見えなくなるのがマジで辛いです。まあ、これは治んないでしょうね。あー、はい、よし、こっち俺が押さえとくって思ったら湧いた、もしかして、あーそこか、まあ許容範囲いやうわ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 、なんだこのマッチマジで、なんだこのゲーム本当にあよしよしよし、見ました今のリス本当に大丈夫かよ、やばいやばいやばい、これ入っとくよ、マウスルが味方が一人入ってくれればねハードポイントはいいんで、何にも入る必要はない、何にも入る必要はないんで、味方が入ってるときはその前押しする、周りを守るってやってたらね、0秒とか30秒とかでお前旗入ってねえじゃんとか言われるんだよ、そうやんなもんやら、仕事してんだっつうのね、旗周りでキルするのも仕事なんですよ。それで、ね、なんか旗入ってねえじゃんお前みたいな、勝ちましたほらね、9秒書いてないけどちゃんと仕事したんでね、2位めっちゃ入ってる、頑張ってますね。はい、ということで終わりたいと思います。でもね、この武器マジで、あ、まあ弾速が速いんで、まあ、一応遠距離も狙えるのと、んまあ遠距離マップでは使えないんでね、まあ、このマップぐらいがちょうどいいかなって思います。はい、終わります。